もともと家にフィルムカメラがいっぱいあって、でそれからやっぱ形が好きなんですよね、フィルムカメラならではの。でなんかそういうのデジタルじゃないのかなと思ってる時に Explore 1かなに出会っていいなって思っているうちに、あれよあれよと Pro 2 Pro 3って出てきて、いいなって思ったら GFX が出て、これだってなったっていう印象。グリップ感はいいのと、あと 100S 持ってる感覚に近い、まあ、形も近いっていうのもあったんですけど、でもなんかやっぱいつも通りゴツゴツしてるので僕は好きですね。映像のコンセプトはもう割とその場のドキュメンタリーを撮るような感覚で、かつ映画的に撮るっていうか、車につけたりとかやってみたりとか、あとはそのローリーにつけてみてやってみたりとか、なんかまあいろんな手法でやってみたんですけど、あで今回車につけたりとかしたんですけど、結構ガタガタするかなって思ってたら、嫌な揺れの仕方はしなくて、なんかこう想像する自然な揺れ、車の揺れって全部は取れないと思うんですけど、それがこう程よく残りつつ、いや嫌な感じに残らないスタビライズがすごい良かったですね。本当は 6K もいらないんですよね、本当は。でもその 6K があることによって後でこう工夫ができるというか、写真もやっぱりトリミングしたりとかっていうのは結構普通にやることだと思うんですけど、いざ撮った時に、映像の人って割とこうその画角で決めがちなんですけど、後でちょっと考えた時にもうちょっと寄ろうとか、トリミングするっていうのも全然できるサイズだと思うので、なんかそういうのは魅力だと思いますけどね。写真撮っている時は3対2だったり4対3だったりで撮ってるのに、映像の画角になった瞬間に16対9になるっていうのが前から疑問で、で3対2で撮ってたスチールカメラで3対2で映像で撮れるっていうのはなんか素直で僕はいいなと思ってて、そうあるべきだと思ってたんで、あ、よかったなって思ったっていう感じです。プロレスローで収録したりとかっていうのもあって、まあ一部なんですけど、それは綺麗に撮れてました。ちょっと無茶な色味の作り方をしたとしても、変な旗の仕方とかしないし、もちろんその明るいところ暗いところっていうのは、ローで撮ってる方がいいんじゃないかなって思います。僕の場合は基本的に画像を汚すというか、少しでもデジタルっぽくしないようにっていうのが結構やるので、で、やった時に、本当のフィルムだと本当に潰れてる場合があったりとかすると思うんですけど、実はデジタルは残ってて、ほんのちょっとだけここ、なんかもう少し陰影欲しいんだよなとか、ってなった時にやっぱりすごい助かるかなって思ってます。違いはあんまり考えないようにしてるんですけど、まあ、でもやっぱり一瞬の強さみたいなのは写真にはあると思うし、まあ、映像はもう時間軸でどういうふうに気持ちを作っていくかというか伝えるかっていう、なんかそこは大事にはしてるんですけど、基本的にはまあ写真は映像的に撮って、映像は写真的に撮るっていうのはなんとなく意識してます。生っぽくすることを意識しないっていうか、なんかちょっとどっか夢っぽくていいかなって思ってるっていうか、そういうのは写真も映像もありますね。なんかリアルがリアルだって今カメラもそうですけどなっちゃうけど、なんかもう映像見てる時間とか写真見てる時間とかはなんかわーいいなってシンプルになったらいいなと思ってるので、なんかそういう気持ちにさせられるように